テアック505R のアンプ部分のチェックが終わりました。それでは今から実際に音声を流してみたいと思います。今日用意しておりますのは 505R のアンプ本体、そして VU メーター、その向こうにモニター用のスピーカーがあります。で、この VU とモニタースピーカーはラインアウトにつながっています。入力側は CD プレイヤー、そしてマイクロフォン、ステレオマイクロフォンですね。それから 100Hz、1kHz、10kHz の制限波のオシレーターを用意しております。これらを入力側に差し込んでます。それでは早速電源を入れたいと思います。 505R の電源スイッチはデッキ側についてますので、今回は回路のコネクタにショートピンを打って電源コネクタを直接差し込んで電源を入れたいと思います。電源を入れるときに、真空管のフィラメントが赤く光りますので、その部分だけ暗い場面で撮ったのを入れたいと思います。では電源を入れます。はい、電源が入りました。早速 CD の方から音声を流したいと思います。 CD には左と右のチャンネルの確認用の信号と音楽が入っております。ではスタートします。左右チャンネル接続の確認、左チェック、左チェック、右チェック、右チェック。おなじみ T スクエアのオーメンズオブラブです。左チャンネルだけを上げます。次右チャンネルです。両チャンネルです。現在この音声はちょうどこの上にあるマイクロフォンが拾ってます。私の声とそれから前のモニタースピーカーの音声を拾ってます。では次にマイクロフォンのテストを行いたいと思います。これはオーディオテクニカのステレオマイクロフォンです。左チャンネル、左チャンネル、マイクテスト中です。左チャンネルのマイクテスト中です。右チャンネル入れました。右チャンネル、左チャンネル、両方のチャンネルが入ってます。ただいまマイクのテスト中です。これで音声、マイク音声の入力が確認できます。今ちょうど CD が流れてますので、これに CD をちょっと入れていきたいと思います。マイクテスト中です。今ミキシングをしています。CD の音声とそれから現在マイクロフォンの音声が入ってますが、ちょっとマイクロフォンは切りましょう。マイクロフォンを切りました。次に、オシレーターから 100Hz と 1kHz と 10kHz の制限波を入れたいと思います。
これで大まかな周波数特性が VU メーターで確認できるかも分かりません。差し替えます。1kHz の制限波です、それでは 100Hz に切り替えてみましょう。1キロと 100Hz ほぼ 0V を指してます。次に 10kHz です。10kHz の波形です。R チャンネルが 0.3 デシほどちょっと下がってますね。R チャンネルの方が広域で少し減衰していることがこれでわかります。ほぼ 0.3 デシくらいですので、実用上は問題ないと思います。これで 505R のアンプ部分、入力から出力についてはチェックができました。この後はこのアンプを実際にデッキにつないで再生ヘッドからの音声、それから録音のチェックをしたいと思います。